まあ、一番多くインスピレーションを受けるのは自然で、こう自然の再構築というか、あの自然の要素をこうデジタルに落とし込むことと、とまたあとはこう共感覚的な体験をこう見ている方に与えるということ、2つの軸です。まあ、新しいテクノロジーは、まあ、アートだけじゃなくていろんな業界をこう前進させるというかにはなっていると思いますが、僕の作品にとってもなんていうのかな、それはすごく大事な要素というかツールで、そういうものがないと作れないと思いますけども、ツール、テクノロジーを見せているわけではないので、あのより道具としての意識の方が強いです。テクノロあのアートを通してテクノロジーを見せているわけではなくて、アートを見せるためのテクノロジーとしてのツール。例えばやりたいことがあれば、それはテクノロジーを使わないものだったとしてもやりたいとは思い、サムソンスマートサイネージとサムソンスマート TVGUHD は、鑑賞者へ新しい知覚体験を可能にし、アートとテクノロジーの一つの良い例になっていると思います。作品を通して何かこうメッセージを伝えるというよりは、僕の作品でこう何か驚きとか、何かのきっかけになるものとか、喜びとか、そういうものを何か与えれればいいなとは思ってますけど、まあ、誰もが自然は美しいとは思うと思うんですけども、僕たちができるのは自然の美しさをそのまま見せるんではなくて、ある程度こう人工的なものを加えて違う様相を見せるというか、まあ、僕の作品はたくさん自然を再構築してこう、まあ、自然の情報を減らして違った形で見せるというのが多いですけども、自分の昔の作品を展示させてもらうのと、新しい作品が2つあって、でタイトルがオーダードディスオーダーで、いかにこう、混沌にオーダーをつけていくかっていうことなんですけども、まあ、このディスオーダーというか、いかにエントロピーをこうコントロールして順序よく見せるかっていうのは自分の作品においてよく考えていることなので、今回はそれをタイトルにさせてもらいます。シンというコンサートはここで、3年前にすでに発表させてもらったんですけども、すごくシンプルなセットアップで2つのスクリーンと、ステレオとサブウーファーのかなりシンプルな構成で、これも特に強いメッセージとかいうわけではなくて、純粋にこう音と映像を体感してもらうような作品になってます。まあ、僕はそのこうイマーシブな作品というか、こう音と映像の占有率が高いというか、そういうものはやっぱりダイナミクスをたくさん与えれるし、
その単純にこの強度が違うので、そういう作品はすごく多くありますけども、逆にそういうものを取っ払ったり、純粋に音と映像のなんていうのかな、詳細が分かるような小さい作品も自分にとっては大事で、両方バランスよくこう、今回もそうですけど、一つの空間に置くっていうのはすごく大事ですね。